皆さんこんにちは、もみじです。今回は、チートをテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。ギフトがなくても冒険者になれますか？ゼロから始まる、成長、チート、です。寄せ集め感のあるタイトルですね。それでは中身を見てみましょう。森の中で魔物に追いかけられ、逃げる子供たち。しかし少女が木の根に足を取られて転んでしまい、万事休すです。そして少年が、勇敢にも少女の前に立ち塞がり、魔物の一撃から彼女を守ろうとしたその時、絶妙なタイミングで現れたのは、一人の冒険者でした。彼は、勇気ある少年に、よく頑張ったな、と声をかけると、ファッション剣術であっという間に魔物を倒してしまいました。さっきの体勢からどうやってそのフィニッシュに。そして少年は、そんな冒険者をキラキラした目で見つめ、冒険者という職業に憧れを抱くのでした。さて、そんな少年も成長し、12歳となりました。そんなやたらと発育の良いこちらの少年が、本作品の主人公、春です。どうやらこの世界では、12歳の成人を迎えると神からギフトが与えられるようで、以前出会った冒険者に憧れる春は、バトル系ギフトをもらって冒険者になるんだと息巻いています。12歳で成人とは随分と早いですね。そして意気揚々と教会を訪れた春に与えられたギフトは、ありませんでした。希望していたバトル系どころか、誰もがもらえるはずのギフトそのものがないという状態で、前例のない事態に神父さんも戸惑っています。しかし春は、冒険者は強さの象徴なんだ。弱き者を助け、悪を裁く。と一人語りを始めると、泣き崩れる母、そして髭さえなければ主人公になれそうな父を前に、自分が諦めないことを宣言し、ギフトがなくても冒険者になることを誓うのでした。どちらかといえば、今後あなたは先ほどおっしゃっていた、弱き者、に属すると思うのですが大丈夫ですか？再び月日は流れ、立派な青年に成長した春は、立派な荷物持ちになっていました。才能がないのに冒険者に憧れる連中は、こぞって荷物持ちや雑用係に収まりがちですけど、冒険者になるためのステップとして適当だとはとても思えないんですよね。当然、戦闘能力の向上なんて見込めませんし。それにほら、いろいろと危ないじゃないですか。しかも、荷物持ちである春に対する扱いは存在で、休憩中の雑用も彼の仕事です。そこでメンバーの一人である熊のような男が、他のものではなく、わざわざ脳なしの春を雇った疑問を口にすると、リーダーは、春がギフトこそ持たないものの、多くの情報を持っていると返します。何でも春は、魔物の種類や特性に素材、さらには薬草から食料、地質に天候とその知識の幅が広く、ダンジョン攻略に必須の人材とのことでした。これはこれで有能ですが、完全に、強さの象徴、とは別方向に進化してますね。そんな折、春は洞窟内で異変を察知します。見るとここら一帯の壁面が不自然に乾燥しており、一部焼け焦げた跡まで見られます。春が何者かの存在を危惧し辺りを見回したところ、どこからともなく音が聞こえ、突如、彼らの前にサラマンダーが現れます。お互いなんかもういろいろと手遅れな距離感です。サラマンダーなど、ここ初級ダンジョンで現れるレベルのモンスターではなく、勝ち目がないことを悟ったリーダーが、速やかに撤退を指示し戦闘を駆け出すと、すかさずクマさんが春を担ぎ上げるという見事な連携を見せます。クマさんいい人じゃないですか。しかし春を助けてそのまま駆け出すかと思ったら、クマさんは誰かがしんがりを務めなくてはならないと説明し、サラマンダーめがけて春を放り投げてしまいました。見損なったぞ、クマ。自分にはギフトがなく、相手は強固な鱗に包まれた勇士。とても勝ち目はありません。というか、体勢がもう無理です。しかし諦めない春は、勇士ならば弱点がある、と短剣を抜き放つと、サラマンダーの逆鱗に短剣を突き立てます。逆鱗って喉のあたりにあるのが定番ですよね。それが頭の上って、常に弱点を目立つところに晒しているって、生き物としてどうなんでしょう、サラマンダーさん。弱点を攻撃され苦しむサラマンダーでしたが、春の力ではすぐに絶命させるには至らず。
燃え盛る体の上で、春は肺も皮膚もその炎に焼かれてしまいます。しかし春が諦めずに気合で探検を押し込み続けると、サラマンダーはたまらず暴れ出し、その拍子で春もろともダンジョンの下層に落下していきました。ビルかな?こうしてサラマンダーは生き絶え、冒険者も逃げ出す勇士を葬るという大金星を収めた春は、読者の知らないところで、こんなんなっちゃってました。ちょっと待ってください。何がどうしたらそうなるんですか?結果的には相打ちという形になってしまいましたが、ギフトがなくてもサラマンダーを倒せたことにある種の満足感を得た春は、動かない体に己の死を悟り、静かに目を閉じます。するとその瞬間、春に、レベルが上がりました、とアナウンスが流れたかと思うと、彼の意識は別の空間に飛ばされ、目の前におかしな格好をした二人の女神が現れたところで第1話終了です。幼い頃から冒険者に憧れるも、ギフト、が得られず、荷物持ちとして冒険者に帯同していた主人公が、強力なモンスターであるサラマンダーを倒したことをきっかけに、他の人にはない、レベルアップ、そして、倒した敵のギフトを習得できる、ギフトに目覚め、成り上がっていくストーリーです。一度主人公を落としてからの過剰接待という、ナローでは定番の物語ですね。飽きるほど見て、本当に飽きたという方も多いことでしょう。しかしチープな導入はもう諦めるとしても、その後のストーリーで独自性やそれに代わる見どころがあれば良いのですが、大きな力を身につけた主人公が、冒険者登録試験で A ランク試験官を倒して晴れて冒険者になり、自分を置き去りにした連中を圧倒的な力でねじ伏せ、自分と同じように置き去りにされたヒロインを救って仲間にする。そんなどこかで見たような展開を、読んでるこちらが少々恥ずかしくなるようなわざとらしい描写で見せられるので、面白い、とは感じませんでしたね。ただ、テンプレだから面白くない、というわけではないんですよ。テンプレも自然に表現できれば、ちゃんと作品世界に没入できますからね。その点本作品は、全体から感じる不自然さが作品への没入を阻害している感じがします。例えば主人公が授かる二つのギフトですが、サラマンダーを倒したことで初めて目覚めるんですよね。その理由は女神の口から明らかになるのですが、使いようによっては強すぎるので、レベルアップするまでギフトが開花しないようにした、らしいんですよ。理由としてはちょっと弱い、なんてものじゃないです。なぜ使いようによっては強すぎる力をレベルアップ後に与えると解決するのでしょう。全く意味がわかりません。どう翻訳しても、作者の都合、にしか読み取れないのです。これがやりたい都合ですね。さらに言えば、女神が説明したのはタイミングだけの話で、なぜ主人公にチートなギフトを二つも与えたかについてはノータッチですからね。さらにさらに、主人公が、何もしてないのにこんな力もらっていいのかな、と疑問を口にすると、いきなり女神が泣きながら主人公にビンタをかまし、あなたが頑張ったからみたいな感じで怒り出すんですよ。なぜ女神が、頑張る弟を見守り続けた姉、みたいなポジションで怒っているのか。その状況不安定にも見える唐突な感情の爆発に、呼んでいるこっちはポカーンですよ。確かにサラマンダーを自力で倒し、レベルアップするための経験値を得たのは主人公の頑張りですし、ギフトに恵まれないながらも、冒険者になるために努力を続けてきた背景もありますよ。でもその努力ってギフトがないと発覚した以降の話ですよね。つまり、女神が主人公に見えないチートを授けた後のことなので、主人公がエコひいきされた理由には全く触れていないのです。もう、女神とのやりとりが全てグダグダ。主人公が特別扱いされた理由、ギフトが隠されていた理由が明かされるのかと思いきや、ただ、ご都合展開、であることを再確認させただけという体たらくです。これなら女神の下りを全て排除し、ギフト関連は全て物語の都合です、と開き直った方がよほど自然でしょう。あとシナリオもかなり不自然さが滲み出てますね。例えば、主人公を置き去りにした冒険者一行との衝突を書いたエピソードでは、主人公を置き去りにしたことで周囲から非難を浴びた冒険者たちが、無事帰還し、冒険者になった主人公にギルドで絡んでくるのですが、気でも触れたのか、突然主人公に切りかかって、パンチで返り討ちにされるんですよ。
そしてその場面は、ギルドマスターが現れ、ギルド内で抜刀はご法度ですよ、と脅し、冒険者が逃げて終わりです。法も秩序もあったものじゃありませんね。エピソードとしては、主人公すげえ、冒険者ザマーのつもりなのでしょうが。冒険者ギルド内で、主人公が気に入らないというアホな理由でいきなり切りかかり。特にお咎めもなく、ハウスルールで退場させるというカオスな世界観に驚愕です。まともに世界観を構築する気があるとは思えない、チープな茶番劇ですよ。接待にも接待のルールってものがあるでしょう。全然スッキリしません。そもそも、ギフトがなくて苦労してきた主人公がギフトの力で無双するというコンセプト自体もやっとしますね。なぜなら、結果的に過去の決意やら努力を自分の手でぶっ壊してるからなんですね。新たに開花した能力が、過去の努力があってこそ発揮されるものであればまた話は違うと思うのです。それならギフトの開花を遅らせた理由付けにもなりますし、主人公の努力も無駄にならずに済みますからね。しかし、俺だけレベルアップでスピードラーニングな剣が強すぎるので、今後も、過去の努力を生かす機会は訪れそうもありません。とはいえ、努力が全く無駄かといえばそうでもなく、人間関係には生かされているんですね。ザマーサレ連中はさておき、ギルド職員や武器、防具屋が主人公に優しいのは、彼のたゆまぬ努力を評価しているからなんですね。そういった優しい世界をかけているところは良かったポイントだと思います。さて、チートをテーマにした漫画の紹介いかがでしたか？サラマンダーさんサイズ変わりすぎ、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。